そう、これ使ってたな、終盤。もう三部作、終盤で出てくる銃だよね。いや、どうしよう。でも VSS、インター。これ迷うね。かといってショットガンはいるし。荷物がね、もっと持てれば持ち歩くんだけど。これ、とりあえず帰って渡せばいいんだけど。これもやりたいもんね。さっきの渡り廊下を渡ればいいんだね。他に、取り逃したものはないかな。いや、あったわ。今度は？補修分これか。シャープ62の配送計画。7月14、20ユニット損害1、21、32ユニット損害2、途中損失に関する書類は管理部門及び、保守部門に送付しました。いや、これまたどっかにあるな。まあ、これで受付か。待て。危ねえ。あ、違う違う。回復ない。回復はないぞ。
やばい。やばいです。え、あるよね。何使えない？俺勝手にこっち側になってくれないんだ。なるほど。よっしゃ、こっち側に渡って、いや、この、なんだろう、ロシアというか、ウクライナ地域のこの、建物の雰囲気とか、このストーカーのゲームのこの建物の雰囲気とか、いいですよね。あ、こんなのも？ええー、何もでも出なかったな。議事録。会議で以下の決定を行った。輸送部門はシャープ62の生産設備の避難に集中することになった。うわぁ、これなんか見落としてそうで、あれだな。とりあえず下から。あ、これで終わりか。あれ？今度このでかい方だ。でかい建物に入るには？外に出て。こっちかな、右かな。いや、この雰囲気いいなあ。入れる。さっきちらっと犬が見えたんだが、これいない？
危ない危ない。から入れる？入れるね。左の後ろの建物は？なんか隠しスタッシュとかありそうだけど。これ以上行っちゃうとちょっとあれだね。じゃあ先にやっぱり調べようか。うわ、うわ、弾なくなった。ショットガンの弾なくなった。これはまずいぞ。うーわ、いや、ミュータントに、まあ、ショットガンじゃないと。違う弾の種類は？ちょっと待って。あ、もうないね。ないか。となると待って、じゃあ、状態悪いけど。あと、これから弾ちょっと抜ける。だいぶ、待てよ。あの、そんな変わんないか。なんか右半分圧迫されてる感じするな、画面の。こっからじゃない？このじゃない。でもここからは入れないか。結局やっぱ向こう側から行かないといけないかな。さっきの。
ってこの上とか怪しいな。何かアイテムが。絶対なんかあるでしょ。ああ、下になんかありそうだな。でも反応はなし。何もない。やべ、無駄になんか大変なところに来てしまったかもしれない。なんかありそうなんだけどね。待って、1名減ってる。出血してたかな。あ、ショットガンの弾？あ、めっちゃ嬉しい。待てよ、じゃあ。あ、でもこれも使ってみたいな。あ、こっからか。この天井がもうね、壊れて開いてる感じとかいいですね。この廃墟の感じ。下行けるな。なんか聞こえたな。近くにスタッシュがある。あ、これなんか正規ルートっぽいな。ちょっと待ってよ、一回戻ろう。ああ、重すぎる。いらないもの。よし。
あ、ごめんなさい。結局やっぱ行くしかないんだ。うん、何もない。さっきね、変な音が聞こえたけど。あ、待って、これもう弾ない。弾がないわ。使いたかったけど。じゃあ仕方がない。またこれは書類？え？なんだ？ So, the underpass was filled with gas after it was sealed. ガスで充満させられた。おいで。トンネルに関する情報を探せ。あ、これさっきジャンプで届かなかったんでしょうか。スタッシュのとこに行きたいんだけど。こっちかな。これは幻覚犬？いやー、この昔使ってたであろうこの機械とかなんかいいな、このサビの具合とか。この辺にスタッシュが。まだなんか声が聞こえるな。あ、これだ。で、ヘリコプターが、あ、これか。The electronics are the same here.これも電子機器が焼けている。だがエミッション保護システムは何事もない。エミッションでやられたわけではないってことだね。
広いな。上にも行けるし、下はどうなってる？下は何もないかな。なんかない？お、こんなとこに何？これは何？なんでもない。なんかものすごい武器かと思ったよ。貴重なショットガンの弾を使ってまで俺は開けたんだが、あ、これあれか。行けなかった方か。もう行く場所は上だけかな。ここで？これか。トンネルの封鎖通路を調べろ。発電機を起動させれば通路を開けるはずだ。これでいいのかな？なんかしなくて大丈夫？何もいじれないもんね。
よし、じゃあまずはアーマンさんとに戻って、多分これメインクエストだよね。先に、いや、これも調べた方がいいのか。帰るときはこっから帰れる？よし。早すぎる。ここだね、この建物なんだけど、ここか。これ行っちゃっていいのかな。セーブしよう。また書類だ。あ、これ取れない。あ、この辺に。これか？あ、これだ。テクニシャンと地下トンネルのことについて話せ。スキマティックスフォーデプリピアト1アンダーパス。プリピアチ1の地図。プリピアトンネルなのかな？プリピアチなのかな？プリピアトなのかな？プリピアチなのかな？これでここでやることは？終わったかな。うん、よし、じゃあまずは移動研究所に帰って、お、何？あんたらに新しい声？あ、そっか、マーセナリー、そっか。そうだね。それは良い。うん、ハーマンと話してくれ。今ちょっといろいろ揉めたからね、マーセナリーの。裏をしてしまったから。待って、三段階目。あ、この人は何？ツールじゃなくて、なんかクエストが進むとやるようになってくるのかな。薬品耐性か、放射能耐性か。放射能かな。うわ、ここね、アーティファクトスロット数プラス2。これがやれれば最高なんだけど。
Well, I'm listening. Oh, hello. なぜハーマンはチームが計測を行っている間、それを守るのに俺を雇ったんだ。私のアイデア。彼は生かせる意味がない。と言ったが、私が彼を説得した。知らせがある。あんたが正しかった。情報のフィールドにアクセスする能力を得た。変異した動物がテレパシーでシグナルを受け取ることができるというのもあり得る。人工のシグナル。じゃあ誰か意図的にミュータントをおびき寄せることもできるのかもしれないね。もっと具体的に、わかりやすく、ダメだ。ミュータントの増大した攻撃性。そのことについては二つの見解がある。まずは縄張りに人間が侵入することで凶暴性が増すと。でもこれはね、別に、どの種にとっても普遍的な行動。もう一つは、ミュータントは測定装置からの活発な放射。さっき言ってたやつだね。シグナルを受信することができる。明らかに後者の理論の方が興味をそそる。どうやったら確かめられる？ミュータントの活動が見られなかった場所で、その装置を作動させて、ミュータントが来れば、その説は合ってるってことね。この実験は一人で行わないというのはね、一人で。準備はできている。まだ世界には科学の発展のためにその身を犠牲にすることを厭わない人間がいる。ということが嬉しいよ。実験を行う場所は採掘場の南側。やってみよう。アンタナに新しい護衛。で、アーマンさん。まず情報は？アーティファクトの存在はなし。Yes. You have my undivided attention. 工場地帯で書類を見つけた。渡してよかったのかな？この書類を探していたらマーセナリーの連中に攻撃されたぞ。これが奴らのリーダーの PDA だ。彼ら護衛のためにここにいた連中。あんたらの護衛はどうした？知らない。俺はゾーンには骨がある。引き受けた。トップロさんじゃダメなのかな？達成なかったです。書類を、もう渡してない。これ何？これか！これで行けばいいのか。試作探知機で。高っ。買おうか。15,000円。こういう。まずいいものなのかな？Good luck.
この辺で頼りになるって言ったら、トッポルさん。うん。なぜ移動研究所の声をしない?俺たちは測定をしてサンプルを集めるために雇われている。ああ。護衛のためではないと。誰かいるかな?はい、そうですね。では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。